はい、じゃあよろしくお願いします。びっくりしたよね。いけない顔出てるからね。で、なんでこんなことしてるかっていうと、ちょっと問題隠したくて今出てます。で、なんで隠してるかっていうと、みんなよかったらね、ストップウォッチを用意してほしい。家にあるかななかったら全然いいんだけど、ある子は用意してみてください。いいかなでは、どきます。さあ。ということで、今回はですね、小学校3年生の算数、3桁の筆算丸2チャレンジ編をやっていきます。 で、もう先に言います。なんでストップウォッチかっていうと、今回8音、難しいですあ。難しいというか、計算ミスをしやすいモデルを作ってきてます。時間計って、どれだけ早く解けるかなっていうチャレンジをしてほしいんです。いいでこれからみんな、もちろんね、えっと、間違わないことは大事です。大事なんだけど、早く解くっていうのも算数ではすごく大事になります。 それは、小学校だけじゃなくて、中学校、高校、みんなが大きくなればなるほど、大事になる、能力になるので、ぜひ、ストップウォッチを測って、どれぐらいでこの8問できるかな、っていうのを、チャレンジしてみてください。それでは、早速1番から始めていきましょう。まあ、やり方はね、前回やりました。で、3桁とか言いながら、4桁、5桁とか入ってますけど、前も言ったけどね、2桁、3桁ができれば、4桁も5桁も、6桁も、7桁も、解くことができます。解けるからね、ちょっとめんどくさいだけだから、行こう。じゃあ、いくよ。 で、と、解くときは、絶対に右から、いいね。右から行きます。だから9、9たす5やると9、9たす5は、1四4。2たす0たす1なんで、3。8たす3だから、11。つまり、1134になります。と、どんどん行こう。引き算です。1-7ができないから、借りてくるぜ。ここが4になって、11になるね。10を借りるから、11になります。11-7は、4。 4から2は引ける。だから、2。2から9、引けない。だから借ります。貸してくれ。5。借りてくると、10を借りてくるので、12になります。12から9を引くと、3。そして最後、5から1を引くから、4。つまり、4324って。ね。4桁の引き算とかも、パッと見た時めんどくさそう。なんだけど、やること全部一緒だから。 引けばいい。足りなかったら借りればいい。それだけだからね。いこう。4-5、借り、貸してくれ。2。で、借りるから14になります。14-5は9。で、2になっちゃったからね、引けないんだよね。2-3できないからごめん、貸してくれ。7になって、2がちょっとばつけるよ。12になります。だから12、12-3すると9。 ここは7-7でなくなっちゃうからね。だから答えは99となります。えー、これはちょっとふざけて作りました。12345678。ということで12、1234足す5678やりましょう。足し算です。4足す8なんで12。3足す7足す1。だから11。2足す6足す1なんで9。1足す5なんで6。6912となります。 で、ここは筆算でやろうって書いてあるので、これを自分で筆算で書いてください。で、なんでね、そんな問題作ったかっていうと、前の、一個前の動画の,の右側ね、注意っていうところがありました。そこで言ったように、これ、筆算で書くと、右で揃えるから、こうなるんだよね。8足す796。もちろん、足し算ってひっくり返すことができるから、 796たす8って書いた方が、まあ綺麗なんだけどね。まあ順番通り行くとこうなる。で、ミスがしやすいのはやっぱり8を違うとこに書いちゃう。例えばここ、7の上とかに書いちゃうのは、本当に、あ、よくやるミスだから。気をつけてね。右で揃えるんだよ。で、やっていくと8、8たす6すると、14。で、9たす1するから、10。そして7たす1するから、8。なので、答えは804となります。ちょっと消しておきます。 さあ次、引き算も筆算自分で書きましょう。ポイントは右で揃えるので、4桁がちょっとね、大きいけど、落ち着いて書く。5030引く。右で揃えたいから49、ここだね。49、シャッ。で、引き算いきます。引けません。貸してくれ。借ります。10になる10。10引く9するから1です。2から4が引けないから貸してくれ。でも借りれない。 ってことで、隣が借りれなかったら、もう一個隣から借りてくるんだよね。だから、この子から借ります。4に下がってね。で、10を借りて、その、これ下入るかなあ、入んないねい。ちょっとさ、ごめんね。これ問題消しちゃうね。ごめんよ。見にくいよね。これだとね。ちょっとごちゃごちゃするから、もうちょっとはっきり書きます。ここ4貸してもらったんで、ここに10が来ます。ここね。 10なった。で、この子が借りたいからさ、この10から1個減らして借りる感じ。借りて、借りて、OK みたいな。だからこの子は10を借りるので12になります。で、12から4引くから8が残る。で、ここはもう引き算ないから上のんだね。9がそのまま降りてくる。で、4がそのまま降りてくるから4981と、こういう風になります。 このね、隣隣から借りてくるのが結構ややこしいのが、ここにある。はい。もうこれはね、私が嫌な性格してるのがバレますけども、よく出てくる問題。1000-372。で、これはですね、いくよ。まず0から2、できないよね。借りたいんよ。借りたいんだけど、貸せないんだよ。貸せないんだよ。0だからみんな。だから、この子から借ります、まず。この子が、まず0でなくなります。で、貸してくれたので、お隣さんがまず10になるよね。 お隣さんが借りました。で、みんな貸したいから、この10から1個減らして10を貸してくれるんです。で、この子から1個減らして10を貸してるんです。で、そうするとさ、さ、あの、端っこ10 2ができるようになるから10 2をして8。ここももうね9なってるからさ、9から7を引くから2。9から3を引くから6。 で、ここはね、0になっちゃったんでなくなるから、答えは628と、こうやってやってきます。この、いっぱい借りるとき気をつけてね。で、慣れてきたら、これ書かなくていいからね。書かなくていいんだけど、慣れるまでは書いた方がいいです。どこで何を借りたか分かんなくなっちゃうから。いい慣れるまではめんどくさがらずに頑張ろう。そして、最後、2マークいきましょう。5桁です。学校ではきっとやりません。でも許してください。いくよ。やり方一緒だから。大事なのは、右から。い<ん>右からやっていく。 0から5ができないので、ごめん、貸してってことで借ります。10になります。で、10から5を引くと、5。4から7引けない、貸して !0 に下がって、この子が14になります。貸してもらったからね。14から7引くと、7になります。で、0から2が引けないから、貸してくれなんだけど、この子貸せないから、この子まで借ります。まず、この子が、 2に下がる。下がったことによって、隣に10を貸してあげました。で、この子が、もう一回こっちに貸さなきゃいけないので、さっきと同じ。9に下がって、この子が0だったのが10に増える。って感じでし。ちょっちっちゃくてごめんね。だから10になったから、10から2を引くので、8になります。で、ここは、9から9を引くから、0になります。最後、2から1を引くので、 1位になります。つまり答えはこれ1万875と言います。いいかなこれで終了です。つまり、まあ今回ね、学校でやらないような <laughs> 5桁とかも出しましたけど、どんなに大きくなっても、右から必ずやっていくっていうルールが1個。そして、足りなかったら貸してくれって、こうやってね、隣,隣隣隣って貸す時もあるけど、1個減らして10を貸してあげる。で、そっから減らして10を貸してあげるっていう。 そのルールさえ分かってれば必ず足し算引き算。どんな桁になってもみんなはもう解けるから。自信持ってね、やっていってください。ぜひね、あの、ストップウォッチをってやって、ちょっと忙したからさ、ストップウォッチ測ってると急がなきゃってなるから結構計算ミス出やすいんだよね。で、ミスしたのは気にしなくていいから。気にしなくていい。ミスは誰でもするんだから。大事なのは今日ミスっちゃっても次でミスをしなければいいの。そのために大事なのはなんでミスったのかなって、あ ここ貸してるのにキューって書いてないじゃんとかね。ミスは絶対理由があるから、それが分かればいいの。ね、それで成長できるからね。だから、そんなに気にせず、ただ、時間を意識して勉強するのはすごく大事なので、これからもぜひ続けてみてください。それでは、今回はね、小学校3年生の算数の3桁の筆算やらせていただきました。またね、次回の授業でお会いしましょう。それじゃあ、またねバイバイお疲れ様でした